シームズ。ノックする。じゃなくて、主シー人公どビングこにいる？あ、いた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 。ちょっとさ、入ってよ。ここに。移動する。まずドアがちゃんと使えてるかどうか。あ、内側に絵が描いてありますね。内側に絵が。おー、すごいすごいすごい。入りましたね、家の中に。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。家の中入りました。そしたら、なんか不快って出てますけど、どういうこと？ん？スタイルが気に入りませんだと。ひどいな。ちょっと待ってよ。だって、また今度にしようね。そんなこと言われても私って気に入らないよ。だって屋根ちょっとしかないし、濡れるしさ。屋根のやり方もわかんないんだよ。建築モードにして、多分これ雨入ってくるとかあるでしょ？そういうのありますよね。重いんだけど。すごい重い、もうかくついてる。建築？あ、なんだこれ。今度家のマーク勝手に出てきましたね。トイレ。トイレ。これ自分の家だって認識してくれてるのかな？桜ちゃんはね、ベッド。ね、あのね、お金がないから、一番安いやつにしようか。不快感、大人のみ。不快なベッドばっかりですね。不快軽減。なんで不快なの？え、なんで不快なの？こんなに。全部不快？不快軽減。寝ると必ず不快になっちゃうのかな？ちょっとでもそんなわがまま言わないで、まあ、これでいいや。で、青いベッドを、ここに、置く。これどうやって下に下ろすの？なんでこれ空中浮いちゃうんですかね？これ。なんでこれ空中に行っちゃってるんだ？なんか屋根置いたからかな？ここには置けそうな感じなんですけど、これ、ほ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 。ここには置けるんですけど、これを中に入れることができないんだよな。バスルーム。お風呂か。お風呂。一番安いやつ。350円のかな？まあまあ、しょうがないね。これで、色変えると高くなるのかな？汚れがわからないんで、まあこれでいいかな。これを、なんでこのうちの中にさ、入ってくれないの？これ。せっかく家作ったのに。家の中にほら置けない。床に設置してくださいとかなってるんですけど。なんでなんで？じゃ、トイレも置いとこうか。どうせ家の中入れますからね。トイレ。林モンスター、これ子供用じゃない？大人使えるよね。ちゃんと説明読んでないんだけど。これ人間用でしょ？これ。全部。怪物とかいないよね。これ何？公衆トイレだってそんなのあるんですね。すごいな。自分家に置けるんだ。控えめな公衆トイレ。いや、もう普通のトイレでいいんですけど。じゃ、これかな？公共サービスなしでしよう。ゴットンってこと？お団の安らぎにしとこう。トイレ。あ、トイレは、家の中に今置けたんだけどね、一瞬置けたんですけど、また空中になっちゃった。これ家としてさっきでも入ってたよね。床に置いてくださいってどういうことよ。床に置いてんじゃん。なんで？さっきなんかちらっと床に置けたのにな。なんで置けないんだろう。あ。置いちゃった。お金どんどん減っていくけど、家がちゃんとできてない。この家問題がちょっと困ってるな、私。家問題、これ。床を選ばないと、ダメなんですかね。土台を決めないからダメなのかな。これで、いいよいいよ、これで。
テドライ0円。変更できません。え？どういうこと、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 どん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 遠ざかっていっちゃってるんですけど。ちょっと待ってよ。ほんと。家でしょ？このなんか上に点線があるのが不思議なんですけど。点線は一体何なんだろうな。土台。土台。これ土台？あ、壁が変わってますか？これ壁ですかね？え？普通に地面を、でも地面っぽくないんですよね、どう見ても。見た目の方が大切ですとか言って、これ変わるのかな？変更ありません。なんのこっちゃなんだけどな。壁紙モードを使用します。操作ボタンになっちゃうな。設置。とりあえず、わかんない。本当にこれ難しいんですけど。生活モード。生活モードなら家の中入ってくれんのかな？どうやって生活したらいいんだろう。話さなきゃいけない人がいっぱいいるけど、この人、なんか神経質とか言ってたよね、確かね。神経質だからこの家使ってくれないのかな。ここに移動する。ちょっと、おしゃべりやめて。桜子さん。もちこちゃん、ちょっとこっち来て。これ早送りですよね、多分ね。高速。で、家の中はこれ入ってくれるんですよね。家の中はこう入ってくれる。これ、エレチとかアーリスとか何ですかね？一時停止だ。一時停止がエレチ。これは？不快だって未だに。なんかお化粧してるね。正確に合ってないんだね。欲求、欲求？なんか絵描くとかなんとかって言ってたよね。なんか置かなきゃいけないのかな。部屋。キッチンとかさ、これ。絶対置いてあげた方がいいよね。カウンター。置けるかな？ちょっと一旦。あ、置けるんですけど、今度は急に。じゃあ、家の中に、キッチンをちょっと置いて、で、最低限必要なものは置いてあげたいんですが、シンク。シンクも一番安いやつがいいんで、色はこれかな？ん？あ、ここに設置するのか。そうかそうか。ってことは、このカウンターはもうちょっとたくさんいるっていうことかな？これ同じ値段ですね。じゃあ、置けたの分かったんで、ちゃんと置いていきましょう。こうで、もうおかしいよね。もうこれ移動したいもん、私、これ。もうおかしいよ。でももうしょうがない。もうこれで、やっていこう。なんとかうまく、綺麗にまとまるように頑張ろう。この下の、この見本を頼りにね。コンロ。コンロないとダメだよね。コンロ高くないですかこれ。公共サービスなしで、機能。でもこれが一番安いんですよね。これでいいかな？他がよくわかんないので、真っ白で。遠いなぁ。すごい遠くないですかこれ。まあ、いっか。初めてなんでね。もうしょうがない。買い方がわかんないんで、まだいじくり回しておかしくなったら嫌なんでね。で、今度、これ換気扇かな？換気扇あった方がいいですよね。一番ちっちゃいのでいいよ。これで、これを上に置こう。なんかずれてるなぁ。そして、冷蔵庫は必要ですよね。食べ物を入れる冷蔵庫。